はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は八王子に来ておりまして、ようやくですね、僕もちょっと長かった髪を切ったんですけれども、切ったばかりなのにセットをしてないということは、本日チャレンジメニューでございます。しかも全力系本日ね、訪れてるお店はもう僕の目の前に見えてはいるんですけれども、中華そば松葉さんというラーメン屋さんに来ておりまして、僕もね、ちょっと動画を上げるのが遅めではあるので、公開するまでに他の方も来てるかもしれませんが、昨日ですね、ゾウくんなんかも来ているみたいでして、めちゃくちゃね、やばいチャレンジメニューが誕生したということで、僕もね、インスタ等で拝見をいたしまして、早速お店の方に挑戦しに参りました。でこちらのお店さんですね、こんな感じでメインは中華そばとなっているんですが、それ以外にもこういった辛いメニューだったりとか、担々麺、あとは油そば、まあ、がっつり系もね、あるお店なんですけれども、今回挑戦していくメニューがこちらの爆食麺ということで、総重量5キロあるんですけど、基本的には制限時間が40分、ただこれ見えるプロの方は25分ということで、今日はですね、こちらの超でかいチャレンジメニューを制限時間25分で挑んでいこうと思います。もちろんね、5キロで25分ってめちゃくちゃ難易度高いので、今回はね、タオルを巻いてガチのチャレンジに挑んでいこうと思います。それではね、早速、店内に入りまして、ラーメン作っていただきまして、挑戦していこうと思います。よし、ということで、例えばですね、店内の方に入っておりまして、すでにね、注文の方は完了しておりますが、メニューがね、到着したらすぐに食べれるように、あらかじめ、今回のチャレンジメニューの説明をさせていただきたいと思います。今回いただく爆食麺なんですけれども、総重量が5キロ、味が塩か醤油選べるんですけれども、今回僕はね、塩を注文させていただきました。で、今回のメニューの方はね、具材、スープともに完食完飲で、クリアとなりまして、制限時間が普通の方だったら40分で、プロの方だったら25分、当選料金が5000円となっておりまして、成功の場合は無料になっております。で、今回の塩なんだけれども、味変アイテムにね、梅干しご用意いただくみたいなんですけれども、その梅干しは完食しなくても OK だそうです。まあ、ちょっとね、ガチチャレンジなので、味変とかもするかわかんないんだけど、余裕があればね、味変しながら、楽しみながら、楽しめるかな、楽しみだけどねいただいていこうと思います。ということでですね、ただいま爆食麺到着いたしました。めちゃくちゃでかいです。画面で見るよりも多分 1.5 倍以上でかく感じると思います。ちょっと出来たてをね、食べていきたいと思いますので、早速挑戦に参りたいと思います。ちょっと今ね、25分設定させていただきましたんで、じゃあチャレンジよろしくお願いします。お願いします。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。いただきます。ちょっとガチでいくぜ、これは。あ、塩だれ、あ、うんま。煮干し感すごいな。あ、うんま。うまいけど、これ急ぐもんじゃないですね。めっちゃ熱いですね。うん、うまっ。煮干しの香りも強くて、中華そばっていううまみがあるんだけど、これ見てもらうと分かる通り、油の層がすごいから、多分ね、めっちゃくちゃ冷めないと思う。あっつ、ちょっとチャーシューいっちゃうか。あー、うまい。やらかチャーシュー変なとこ入ったわ。まあ、すっごいね。待って、めっちゃ多いよね。うわ、これやば。
もうね、もう10月じゃねえや、9月も後半で秋がね、来た感じしてきたけど、もう熱々すぎてまた夏戻ってきた感じ。すげえ熱いわ。熱すぎて水めっちゃ使うわ。これなんかスープ飲めないんで具材だけ食っちゃいますね。具材入ってるとちょっと飲みにくいんでごめんなさいね。
まだ。いや、無理っぽいですね。きつ。スープがきついですね、これ。うん、同じ量の麺だったらいけるな。いけなかった。スープきつ、ということでですね、チャレンジ結果としては失敗ということで。いや、久々にね、ラーメンのチャレンジ挑んだけど、汁もやばいわ。最近ね、チャレンジしてなかったんで、それもね、余計あると思うんだけど、やっぱりね、汁一気飲みするとね、打ってくる。ちょっとね、自己理想になるというか、お腹的にはね、多分限界ではないんですけど、全然。ただ、スープをね、一気に飲み干すっていう技術がなくなってる。味自体はね、めちゃくちゃうまい。スープも乳化しておりまして、煮干しの風味もしっかりと効いておりまして、今回はね、塩だれでいただきましたが、醤油もね、絶対に美味しいと思いますんで、ぜひね、チャレンジする皆様は醤油でね、挑戦してほしいなと思いますし、お店さん自身はね、塩の方が結構推しだったりもするみたいなので、ぜひ皆さんもね、塩の方でも、挑戦してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近のサブチャンネルの方の活動も行っておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。もうね、ちょっと僕の方はチャレンジを増やしていって、またお腹のパワーを戻していこうと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。